それでは次のこのプログラム、これはどういう計算をしているかを実際にやってみましょう。えー、sqrt2.rb プログラムありますので、それを実行してみましょう。ruby の sqrt2.rb です。これも例えば16を入れると4が出てきます。他にもやってみましょう。4を入れると2が出てきます。9を入れると3が出てきます。もう一回小さいとこから順々にやっていきましょう。 まず1を入れると1が出てきます。2を入れると2が出てきます。3を入れると2が出てきます。4。でも2が出てきます。ですから23。4が2になりましたね。次が5を入れると3になります。6を入れると3になります。7を入れても3です。8を入れても3です。9を入れて。 3ですということは、えー、5 6 7 8 9で3が出てきましたそうすると10を入れるとどうなるかというと4が出てきそうですねはいそうです、えー、平方根の切り上げみたいですねこれが SQLT 2.RB の実行結果ですはいいかがでしたでしょうか こういうような値を計算していました。一ならば一、二ならば二、三ならば二、四でも二。五になると三。それからずっと九になるまで三。いうことなので。えー、平方根の切り捨てではなくて。今度は切り上げを計算しているように思います。えー、つまりこれは。この関数、スクエアル,ルートの二。エスキュアルティーの二っていう関数の名前にしましょうか。 えー、この関数を計算しているのではないかなと思われます。ただここで注意してください、えー。特殊な場合っていうのも考える必要があります。どういう場合が特殊かというと、例えばこれだとゼロですね。入力がゼロだとどうなったか。実は入力がゼロだと一を計算しています。ということは計算している関数はこれではなくて、もう少し正確に言うと、x がゼロのときは一、その他のときは 切り上げを計算していると、そういう関数になります。このような特殊な場合に注意が必要です。